白昼の悪魔は、イギリスの小説家、アガサ・クリスティが1941年に発表した、エルキュール・ポアロシリーズの長編推理小説である。スマグラーズ等の浜辺で、周囲の異性に魅力を振り巻きながら、秘書地を満喫していた元女優アリーナ・マーシャルが、殺害される。白昼にも悪魔はいるというエルキュール・ポアロの言葉通り、不穏な空気が流れる中、ホテルの客の一人と、 不倫していた彼女に殺害の動機を持つ容疑者が浮かび上がるが完璧なアリバイに捜査は難航する。本作品は早川書房の日本語翻訳兼独占作品である。小役は堀田義英役白昼の悪魔が早川書房の傑作探偵小説シリーズから刊行された。同役は現行の題名と同様の表記で早川ポケットミステリーにも収録された。 その後、講談社が、クリスティ探偵小説集の一点に、太陽は見ていたの題名で予定していたものの、翻訳権を取得していなかったため、早川書房の講義を受けて、観光は中止となった。1976年の鳴海史郎による新役は、早川ノベルズ、早川ミステリ文庫を経て、クリスティー文庫に至る。1982年公開、放題は、 地中海殺人事件、ナイル殺人事件に続き、ピーター・ユスチノフがポアロを演じた。舞台は、アドリア海の隔絶したリゾート地に変更された。2001年、デビッド・スーシェ主演のドラマ、名探偵ポアロにて映像化されている。ガードナー夫妻が登場しない、マーシャル夫妻の娘リンダが、息子、ライオネルになっている、ヘースティングズ・ミス・レモン。 ジャップケーブラが重要な役回りを演じる、など原作との相違が見られる。2007年、北米と EU で、ザ・アドベンチャー・カンパニーにより、PC ・ウィーム系アドベンチャーゲームとしてリリースされた。ポアロー、声優のケビン・ディレーニーが演じた。1999年、BBC ラジオ4で放送されている。ありがとうございます。